ラディスラウス・ポストゥムスは、オーストリア皇、ハンガリー王、ボヘミア王。チェコでは、ラジスラフ・ポフロベク、ハンガリーでは、ラースロー5世と呼ばれる。父は、ローマ王権ハンガリー王、ボヘミア王アルブレヒト2世。母は神聖ローマ皇帝ジギスムントの、娘エリーザベト。チューリンゲン砲白ビルヘルム3世の夫人アンナと、ポーランド王カジミエシュ4世の日、エリーザベトの弟。 ラディス・ラウスは、ローマ王アルブレヒト二世と神聖ローマ皇帝、ジギスムントの娘、エリーザベトの一人息子として、ハンガリーのコマーロムに生まれた。ポストムスは、父親の死後に生まれたことを意味する遺書で、アルブレヒト二世の死の4ヶ月後に出生したために、付けられた。誕生後直ちに、オーストリア公とハプスブルク家の家徳を継ぎ、名目上のハンガリー王に選出された。しかし、 ローマ王に選ばれたのは、暴風の、また重帝で、ハプスブルク家暴系のインナーエスターライヒ領主、フリードリヒ三世だった。ハンガリーの貴族身分は、アルブレヒト二世の後継者として、ポーランド王ブワディスワフ三世を新王に選出した。しかし、エイジ・ラディスラウスの母エリーザベトは、ビシェグラードの護衛の手から、ハンガリー王冠を盗み取らせ、自分の次女、ヘレーネ・コッタナーに、 ビーナーのイシュタットまで運ばせた。伝説によれば、ハンガリー王冠の頂上部にある十字架が斜めに曲がったのはコッタナーが運んだ時に王冠を痛めたためだとされる。エリーザベトは1440年5月15日、聖ケシュフェヘールバールでラディスラウスの戴冠式を執り行った。エリーザベトは1442年に死去するが、その際に、 フリードリヒ三世を幼いラディスラウスの後見人に指名した。フリードリヒ三世は幼児をオルト城に囚人のように閉じ込めると、オーストリアを自分の領土同然に支配するようになった。1444年11月10日、バルナの戦いで、ウラースロー一世が戦死すると、ハンガリーの盗賊は多くの人々の反対を押し切り、ラディスラウスをハンガリー王に選出した。 彼らは、ウィーンに代表団を派遣し、フリードリヒ三世に対して、ラディスラウスとハンガリー王冠を引き渡すよう願い出たが、フリードリヒ三世はこれを拒んだ。そのため、ハンガリーでは、フニャディアーノ氏が摂政として統治し、国王不在のボヘミアでも、フス派の東黙イージーが、摂政に就任した。ラディスラウスと、チェリエハク・ウルリク二世位、セイケーベルタランが、 1870年1450年以後、ラディスラウスを自由の身にするよう求める、オーストリア貴族の声は高まっていった。1452年、彼らは、ウルリヒ・ホンエー・チンクとチェリエ・ハク・ウルリク2世の指導下に、マイルベルク連盟を結成し、フリードリヒ3世に無理やり、ラディスラウスを解放させた。帝国諸侯の一員である、ツェリエ・ハク・ウルリク二世は、スロベニアの大貴族かつ、 ボスニア王位の相続人で、ラディスラウスの母、エリーザベトの母方のいとこであった。ゼェリエ・ハクは、エイチンクとの権力闘争に勝利すると、少年王の新たな貢献人となり、ヨー君に代わって、ハンガリー王国を統治し始めた。1453年10月28日、13歳のラディスラウスは、ボヘミア王として退官すると、 以後は主にプラハもしくはウィーンで暮らすようになった。チェリエハクもラディスラウスもハンガリーに対するトルコ人の脅威にはまるで無関心であった。さらに、チェリエハクはオスマン国家との戦いを主に担っていた前世将、フニャディヤーの種に対し次第に敵意を抱くようになった。フニャディが死ぬと、ラディスラウスは1456年10月に開催された二の議会で、チェリエハクに ハンガリー軍総司令官の職を与えた。しかし翌月、チェリエ博はベオグラードで、フニャディの息子、フニャディ・ラースローの手先に暗殺され、ラディスラウスは1457年3月16日にフニャディを処刑した。この処刑事件はハンガリーで大規模な反乱を引き起こすことになり、国王はプラハに逃れた。1457年11月23日、 ラディスラウスはプラハで急死した。フランス王シャルル7世の娘マドレーヌとの結婚の準備が進められていた矢先のことであり、ボヘミアの反国王派による毒殺が長く疑われていたが、1985年に死因が白血病であったことが判明した。白血病はラディスラウスの時代にはまだ存在が認識されていなかったのである。 オーストリアは神聖ローマ皇帝大官を果たしていた、フリードリヒ3世とその弟アルブレヒト6世に、相続された。ハンガリーでは処刑されたフニャディラースローの弟、マーチャーシュが、新王に選出され、ボヘミアではイジース、ポジェブラトが王位についた。マーチャーシュとイジーの死後にハンガリーとボヘミアの王に、選出されたウラースロー2世は、ラディスラウスの王位にあたる。ありがとうございます。